はい、どうも、シュイティビです。ヨヘです。そしてフレイビです。ヒロトです。大久保です。おはようございます。割とスムーズなご挨拶になりました。いつかとは違えな。そうですね。はい、というわけで本日はトスバッティング10球連続終わるまで帰れません。おはようございます。まあ今冬だし、はい、まあ、基礎練っていうのが大事なんで、はい、まあ、まず僕だってそもそもトスバッティングって安定して10球連続打てるのかと、うん、ちゃんとピッチャーにこう返せんのかと、はいはいはい、いうことで今回はピッチャーにちゃんとトスバッティングで10球連続返さなきゃずっとそのまま終われないっていう。なるほどなるほど。で全員やります。はい、はい、はい、いいですか。はい、まあ僕なんか結構得意な方なんで多分一発で終わると思うんですよ。で多分ね、絶対や、多分10回ぐらいかかるじゃないかな。まあ苦手そうな感じするんで、まあこれは結構あの、まあ、大事ですよね。いろんなボールをこう打つわけですから、ピッチャー返す、バットコントロールも大事なんで、それをちょっとやっていきたいと思います。はい、それではやっていきましょう。ゴー！今から。今から。ラスト。オッケー、オッケー、オッケー、イエーイ、オッケー、オッケー。助けられてる。なんか慎重すぎんね。あといいね。オッケーオッケーオッケー、連続。はい、1。はい、追いかけない追いかけない、ボールは来るから追いかけない。はい、1から打ち返す。追いかけない追いかけない。1、え、2、おいいよいいよ、2、はい、3、4、いいよいいよ、5、追いかけない、6、おー、うまい、おー、6、6、7、おいいよ、8、はい、1から1から1から1、追っかけない追っかけない追っかけない、バットも追っかけない、1、1、ほら追っかけた追っかけた追っかけない、頑張れ、1、2、ちなみにさ、ちなみにさ、こう打つときにこう、しっかり膝掴んで、膝つ、こう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 、そう、膝つかう、膝つかう、はい、2、はい、3、3、しっかり腰回す、4、もっと腰回す、5、遅い遅い、6、はい、腰回す、はい、8?9? ラスト？はい、オッケー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 。さあ、3人終わりました。1。膝使って膝。3。
はい、やりまして、あ、はい、はい、来た、はい、来た、はい、力一、膝使い、膝あ、ごめん。4、はい、4、5、6、はい、7、はい、8、お、ギリセーフ、9、あ、出すわけ、あ、悪い、これで。わかる、わかる。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや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 、僕らね、やっぱ一発で終わりますから、さすがですよ、宣言通りです。あら、君らは一回目すりましたね。すりました。あ、ちょうど中学生です。いくつだっけ今。15です。15歳、いくつ。25歳。あら、10年違う。まあしょうがないですか。まあまあまあ、そもそもバッティングが大嫌いなんで。空振りなかった時マシかなと。かけない。そもそも何できなかった理由は自分でわかりますか。原因は膝使ってない。はい。そして、いやまあ練習不足。練習不足、まあそれはありますね。まあ練習するの大事、膝を使うの大事。こうしっかり骨盤をこう回す。打つときはさ、打つときはこう打たないでしょ。はい、打ったでしょ、膝打つとき。この膝を使って、まあ試合、最終的に試合をイメージして、はい、やるんで、それはすごい大事なんでね。ちょっと風がすごくて今頭回ってないんですけど風気やばいね。はい、はい、というわけで今回は19連続トスバッティングできないと終われませんを、解説しました。成功ということで、はい、これは引き続きね、こうしっかりこう基礎をしっかりね、いや、できるように、はい、今後ともやっていきたいと思います。というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくします。それではありがとうございました。皆さんに、特に学生さん向けにプチプレゼント来たんですよ。マジ、いつの間に。まあ、さらっとだってよ、だってよ、みんな。あの、僕もボーイズの取材とか行ってバッティングしてたんですけど、竹だ、竹、その右手握力だけだるぐらいしびれちゃったんで、まあ、そういう下手なだけ、下手なだけ、痛いもん痛いですけど、下手なだけ。高校の時からやっぱり痛かったんですけど、そんな方々にこちらをプレゼントいたします。何これ、何これ。あの、衝撃停止です。ああ僕もなんか高校の時に他のメーカーので、まあ、竹バットだったり冬の練習で使ってたんですよ。親指につけてやると、あの、衝撃が少しは吸収されるという。マジで。プロ野球選手なんかも吉田正尚選手がつけてたかな。え、あ、この間スポーツ王で石橋さんがつけてました。はい、そういった、あの、竹バット使ったりだとか、まあ、金属でも痛いときは痛いので、こちらを学生さんかな、2名の方にプレゼントしたいと思います。これ色的に黒だから使えるんですよね、学生でも。なんで、まあもちろん試合だとちょっと違和感あるなっていうんだったら、練習でどんどん打つときに使っていただいてもといったようなところで、まあ学生さん2名にプレゼントさせていただきます。すごい、良平からの初プレゼント。まあちょっとまだ口なんで、でもね、金額じゃないから。まあそうですね、うん、気持ちだから。ついちょっと、まあそのうちでけえの待っとけって感じ。いや、両平の家にあるグローブでいい。あ、そうっすね。なんか1個ぐらい、1個ぐらい売り作ろう。自分でかい方だと思うんだけど。でもまあ、それもまあ一応企画してるもんね。まあまあまあ、何かっていうのはまだ発表してないですけど。はい。そうですね。どっかに暴れてやろうかなとは思ってるので。応募方法が、チャンネル登録と、僕のインスタの、これあげるので。インスタの投稿ね。にこれ関係の投稿するから、はい、そのコメント、ここにコメント。はい。で、期間は、まあ気まぐれで。気まぐれってわかりづらい。で、また動画で。発表と、はい、まあそのインスタでもまあ、そうです、発表ね、当選者この方ですと、はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。ありがとうございました。はい、プリントするグローブはこれプラス
こちらありました。これ、はい、Z プロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ、男子用です。基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローは必須ということで、翔平TV の、チャンネル登録者が8000人突破した、プラス、モンダナさんの、インスタ貼ってますんで、フォロワー数が3000人突破したら、プレゼント企画を開始と。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で、源田モデル軟式内野手用をプレゼント。熱いコメントをしてください。8000人達成次第、抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして、翔平TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平TV にやってほしい企画があれば、ぜひともコメントをよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まで、あとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ磨き抜いた切れ玉で